どうも、桜橋アンです。はい。まあ私は結構、深く悲しみました。最初は。今まで使っていた YouTuber アカウントが、利用停止になってしまいましたからね。まあなんだかんだ、長い間続きてきたわけですから、そのアカウントが急に使えなくなったのでね。 普段通り YouTube、まあ、僕スマホでもアカウント接続できるようにしてるんで開いていたんですけれどもそれがなんか急に繋がらなくなってなんでだと思っていろいろ調べてみた結果アカウントが使えなくなっていたと判明しましてね一応意義申し立てもしたんですけれどももう相手にしすらしてくれないという状況ですねまあ、ですから こうなってしまった以上仕方ないんで、新しくアカウントを作って、再始動しようかなという結論に持ってきたわけなんですけれども。まあな、どの動画がどう引っかかったのかっていうのを詳しく教えてくれないんでね。そういうメールとかで見逃してるのかなと思って調べてみたんですけど、全くそんなことなくって。どうにもかくにも、 使えなくなったまあ多分著作権の関係らしいんですけれども。うん、まあ何かしら引っかかったんじゃないかと思いますが。まあそれでもゲーム実況することはとても楽しいですし。あの、いろんなゲームをやってって、 どう、どう楽しんだのかっていうのを既読していくみたいな側面もあってやってきた部分もあるんですけれどもやっぱりあの実況を通じて面白いよと言ってくれる人がいたり、まあ、そっからいろんな関係で知り合ったってこともありますからね思い出深いと言いますかまあ消えてしまったものはしょうがないんで新しく開設したチャンネルで これからも実況を続けていきたいと思っております。今後の活動といたしましては、チャンネル紹介動画にもあったように、プレイステーション4の生放送をメインに活動していこうかなと思っております。プレイステーション4のあのシェア配信あるじゃないですか。あれを使っていこうかなと。あのシェア配信なら、あの、あの著作権 と、あの、大人の事情で放送できない部分は映像が映さなくなったり、あと音声が流れなくなったりっていう措置が図られるはずなんで、著作権に引っかかることがまずないんですよ。あの、戦国バサラ4の配信もやったことがあるんですよ、プレイステーション4で。で、キャラクター選択画面で TM レボリューションの曲がバックで流れるんですよ。 配信で確認してみたら、その部分だけ t ムの曲が流れず、僕の声と映像だけが流れるということになっているので、まあそういう面での心配もいらないという状況ですかね。まあ、キングダムハーツ0.2、あの、2.8円あるバースバイスリープは、あの、オープニングもそのまま流れててびっくりしたんですけれども、まあ、後半のいいところで、 あの、こっからは配信できませんみたいなこと言われて、なかなかショックでしたけどね。まあ、そんな感じで、アカウント利用を停止された理由が、その著作権に関することだったので、ならば著作権に、あの、引っかからなければ良いのではないかな、と思い、p レイス s ーション4のシェア配信のみで、実況を行っていこうかなと思います。まあ、気が向いたら、 久しぶりにフリーゲームなんかもやってみてもいいんじゃないかなと思っておりまして。だいぶ前からこのフリーゲーム良さそうだなと思ってダウンロードしといたゲーム一つあるんで、まあ手始めにそれを投稿してみるのもありじゃないかなと思いまして。まあそんな感じで。まあ多分短編ものがほとんどだと思います。長編ものはもうちょっとやる気力が 保てるかどうかわからないんで、有名どころのフリーゲームは、まあまあやりましたし、あの、ま、魔女の家とか、黒いのレクイエムとか、霧雨の降る森、霧雨が降る森でしたっけ、確か。もうやりましたし、まあそんな感じで、やっていこうかなと。ニンテンドースイッチのゲーム、まあニンテンドーのゲームは、 ま、公式が実況許可しているようなものとは言いたことはあるんですけれども、まあ、そこら辺の事情もよくわからないし、ツイッターで2分ぐらいの動画とか、あと、スイッチの機能で30秒録画できるやつ、くらいにしようかなと思っています。あの、ニンテンドーオンラインサービス、2018年9月現在、まだ加入していないんですけれども、 あの、スマブラを購入したら加入しようと思ってるんですけど、もうそれ以降も、もう n i n 関連の動画は出さないでおこうかなと思っておりまして。まあ、スマブラスペシャルがもし YouTube の動画投稿に対応していたら、それもちょっと出してみてもいいんじゃないかなとは思うんですけれども。まあ、あそれぐらいですね。ということで、今後は PlayStation 4のシェア配信のみで、 実況していくという方針でいきたいと思います。まあ、なので、リクエストを遠くださっても,も、もうプレステ4限定になるかもしれません。そこはちょっとお許しいただきたいんですけれども。ま、ないせまた著作権う々言われるのが怖いんで <laughs>。はい。もう黒いのレクエイムですら、あれ著作権の、あの、コンテンツ ID でしたっけ確か。に、何回も引っかかりましたからね。 パート11がそのドイツでブロックされたくらいですからね。まあ、そんな感じで気をつけていこうと思いますので、今後ともよろしてれば、また私の実況を見てくだされば嬉しい限りでございます。それではこの辺で終わりましょうか。あの、新しい気持ちで動画を投稿していこうと思いますので、まあ、メイン、メインとしては、えー、シェア配信していこうと思いますので、 よろしくお願いします。では。